はい、ここからいきます。重たい週明けの気分をサッカーでちょっと明るく、週明けイレブン第62回放送です。マイクのトラブルでございました。今聞こえております。はい、闇配信ではありません。はい、本放送でございます。いいですか、皆さん多分聞こえてると思いますが、はい、今週から7月、突入ということで、2019年も下半期に入りまして折り返しましたと、週明けイレブンも、下半期12月まで頑張って毎週やっていきたいなと思っておりますということで、もう一度言います。さっきマイクに乗っかってないんでもう一度言いますが、毎週週明けイレブンは L 字画面を導入してまして、今ちょうど J1 の順位表と J1 の結果が流れてると思いますが、番組の序盤は J1 から J3 まで、そして JFL から地域リーグまで、全ての試合結果をこの土日中心に行われた試合結果を番組序盤は流しておりますと。で、番組後半になると、今度の土日の試合予定を下のこの今スクロールでどんどん出ております。J1 から地域リーグまで全て、今週末はどんな試合があるんだろうというのは出ます。そして縦のこの左の帯のところに、今週からですね、J1、J2、J3、JFL の、平均観客動員ランキングの表が出ます。勝ち点のランキングが今番組の序盤に出てますが、番組の後半はお客さんがどの程度ホームゲームに入っているかというのを全チームのランキングを、左に出ます。そして地域リーグは9つの地域リーグを、総合して15でいいですか。はい、トップ15、9つのリーグ多分約200チームぐらいあるんですが、それのうちの上位15チームの観客数ランキングというのを番組の後半に出ますので、そちらも、眺めつつメイン画面の、特集等々をご覧くださいということで、さあ前説終わりました。はい、大丈夫ですね。音聞こえてるという皆さんの書き込みを確認できたので、それでは、早速レギュラーコーナーから今週のヘッドラインニュースの J リーグ編5本からいきましょう。さあ1本目は、日本代表の中盤ミッドフィルダーの中島翔也選手が FC ポルトに移籍するんではないかという、話が出てるんですね。この間のコッパアメリカでも、出場していた中島選手、もともとポルトガルリーグでポルティなんだっけポルティモネンセにいてね、一回中東のクラブ行ってるんですよね、はい、買い戻されるというかよりビッグクラブに行くという噂ですということで、はい、2本目、ベルギーの一部リーグにいるシント・トロイデン、これ日本人のスタッフやオーナーさんがいるチームですか、もしかしてね、結構日本人選手がたくさん加入しているクラブですけど、 J2 の水戸ホーリーホークでプレーした、かつて水戸でプレーしてたんですね、このベトナム代表のグエン・コン・フォン選手を獲得すると、つまりこう J リーグ経由でどん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 こうベルギー一部に今選手が増えているということですね。さあ3本目、J1 のヴィッセル神戸が、レスターシティを退団する、岡崎慎司選手、フォワード、岡崎選手を獲得するんではないかと、これもあの移籍話のハテナマークがついてますが、うん、そんなニュースが出ておりましたということで、さあ4本目はですね、来年2020年の春、おそらく2月か3月でしょうに完成予定の、J2 の京都サンガの新スタジアム完成するんですね、いよいよ来年の春、ネーミングライツを京セラが獲得っていうね、まあ胸スポンサーも京セラですから、あ、親会社とは言い切りませんが、もう京セラといえば京都サンガですっていう感じなんでね、ネーミングライツも京セラになりましたっていう。さあ5本目のニュースは、ツエーゲン金沢、これも J2 ですね、セレッソ大阪のフォワードの山根、なんて読むんですか、トワ選手、山根トワ選手を育成型期限付き移籍で獲得しますというね、はい、永遠と書いてトワと読むんですね、キラキラネームですね。さあではこの5本の中からピックアップ1本読みます。さあ、どこだ、おっと今私慌ててる、あ、いました、はい、来春の春、2020年の春に、亀岡市、これ京都府亀岡市でいいんですよね、はい、はい、亀岡市に開業予定の京都府立京都スタジアムという一応まずは名前があって、そこの京都府府立京都スタジアムに、命名権が、
ついて最終優先交渉先に京セラを選んだと京都府が発表しましたと。で、名称は京都サンガ FC のホームとなることを踏まえてサンガスタジアム by 京セラという名前らしいです。で、毎年そのネーミングライツの費用ですけど、毎年1億円を20年間と、長期ですね、合計20億円をやると。さて、一体このサンガスタジアム by 京セラはどんな略称になるんでしょうっていうね、ネーミングライツというかスタジアム名はこう試合の、予定とかいろいろ J リーグのホームページでもね、こう短縮して表記するんでね、一体どんな表記になるんでしょうかというのがニュース原稿の締めでございますということで、亀岡にやっとできましたか、はい、楽しみですね。なんか新スタジアム作ると J3 に落ちる伝説というのがこの 3,4 年間続いているので、ぜひそうならないようなことを私は個人的にはお祈りしておりますので、ぜひ J2 でもしくは J1 で京都サンガがこけら落としできるといいですねということで、さあ次、ヘッドラインニュースの R リーグ編いきましょう。5本ドン、1本目テゲバジャーロの宮崎、これ JFL のクラブです、九州宮崎テゲバジャーロ宮崎の試合になんとボビー・オロゴンさんが登場しましたっていうね。ボビー・オロゴンさんを知らない人はいるんでしょうか、日本人で。変な日本語をしゃべる、ナイジェリア人と言えばいいでしょうか、もしくは格闘家ボビー・オロゴンと、オロゴン選手と言えばいいでしょうか、はい、登場したらしいです。さあ2本目も同じく JFL のニュースです。 LINE メール青森が、遠農隊入隊、農業を助け援助するって意味ですか、遠農隊入隊で選手と農作業をしましたっていうね、青森ですから今多分米どころなんで、お米ですかもしかしてっていうぐらいの感じですかね。さあ次3本目は北信越リーグ、一部の首位攻防戦が昨日ですか行われました。アルティスタ浅間対福井ユナイテッドの、おそらく勝ち点並んでるんですよねこれ、はい、ね、勝ち点並んで直接対決は 2-2 の引き分けと、まあまずは大一番第一戦ね、ファーストレグといいましょうかね、これシーズンは多分最終戦にまた折り返しの福井対浅間がきっとあるんですよね。そうですね、第一戦の方は、痛み分け 2-2 のドローと、はい、これ来週多分特集ですね、はい、多分そうですね、はい、お楽しみに。さあ4本目は千葉県リーグ、これは地域リーグの関東リーグの下に、あります、7部リーグという言い方でいいのかな、千葉県リーグの一部に市川 SC サッカークラブですか、市川 SC があってですね、そこは7月にグアム最強クラブと対戦すると、これが4本目のニュースですと、そして5本目が JFL の FC 丸安岡崎、この試合にもなんと、ボビー・オロゴンは宮崎に登場して、こちらには覆面スタジアム DJ のミル・マルヤスカラス氏が登場したと、見たことありませんが有名なんですかこの方、私はよく知りませんが、はい、マスクマンなんですね。まあ、JFL にはこうマスクかぶった人がもうただこの 4,5 年で増えたのでね、あまりびっくりしないニュースですけどいるんですね。お会い、今度マリアスのホームゲームに私が行った際にはぜひ挨拶したいと思いますし、ぜひ、ミルマスカラスのテーマソングにもかけて登場していただいたら盛り上がるかなと個人的には思っておりますということで、さあこの5本のニュースの中から1本読みます。千葉県リーグ一部のニュースですね。市川 SC が7月にグアムの最強クラブと対戦しますと、で市川 SC の Facebook によると発表しました。クラブ公式 Facebook でグアム一部リーグのチャンピオンローバーズ FC の来日が決まり、まず日本に来ると7月に、そして7月28日の日曜日16時、北市川フットボールフィールドで、この市川 SC とローバーズ FC が、親善試合というかね、試合が決まりましたというね。でグアムのローバーズ FC、ね、アメリカ合衆国のグアムですね、のローバーズ FC は22の国や地域のチームに所属してかつて、ね、伊藤ダン選手が所属していた、この伊藤ダン選手がこの最後にローバーズ FC で現役を引退したという、最後に伊藤選手が所属したクラブはこのローバーズ FC ですという。でまたどういう形で試合するか決定していませんが、地元の応援を背に頑張りますのでよろしくお願いしますという市川 SC の公式 Facebook でのコメントでしたということで、私はどちらのチームも見たことないので行ければ行きたいですけど、7月28日夕方16時だそうです、お近くの方ぜひ
行ってみたらいかがでしょうかということで、以上5本の R ニュースも終わりです。さあ次、今週はですねちょっと特別編成がありましてですね、序盤のうちにですねお便り投稿コーナーをやります。いつもは番組の終盤にやるんですが、今日はちょっと序盤のうちにレギュラーコーナーをやろうと思いまして、1本目から読みましょう。はい、その前に今ちょっとチャットを読みます。お、マツメイラス松田さんが書き込みをしてるじゃないですか。シントトロイデンは DMM の資本ですという松メイラ松田さんという方から貴重な垂れ込み情報を、新しいチームの形を目指します。松田さんはトルコで元気にしてるんでしょうか。はい、さあそしてみんな、ボビーオロゴンさん、また松田さんの書き込みですね。ボビーオロゴンは株でど儲け中、儲けてるんですね。オリバーカン顔負けっていうね、マニアな情報知ってますね、松田さん。ありがとうございます。松田さん元気ですか。もうかれこれ 4,5 ヶ月会ってないですけど、お元気なら何よりでございます。さあ、じゃあチャットを読み上げたところで、今週のですね投稿メールは3通あるんですが、1通目からいきます。1通目はですね、先にメール読んじゃいますね。はい、ロアッソ熊本東京応援団の白竹さんから、先週もいただきました。週明けの皆さん、参謀長お疲れ様ですと。先週のお知らせが中途半端になっておりました。先週の、ね、投稿メールでもいただいたんですよね。先週は確か高円寺の起点で、みんなで集まって、何か告知 PR も兼ねてね、やったっていうユースの試合を見ながらなんていうニュースでしたが、続報ですと。次節の7月7日今週末の日発で行われる、日発三沢球技場で行われるアウェーのYSCC 戦、 J3 の YS 横浜対ロアッソ熊本戦があるんですね。で、応援団のメンバーが動画を作ったのでぜひ見てくださいと、こう告知 V ですと。で、7月7日の夜は関東リーグの試合はないようなので、皆さんたまには J3 でも見に来てくださいと、日発にと。赤いウェアでと来てねと言いたいところですが、 YSCC さんも浴衣イベントをやるみたいなので、浴衣やジンベエなどで来ると割引があるみたいですよと、この三沢の試合が。さあそれでは週末三沢でお待ちしてますということで、告知の動画見ましょう。お願いします。はい、以上です。素晴らしいですね、うん、この投稿動画、うん、クオリティ高い。やりますね、うなりますね。僕らより編集技術高いですね。ありがとうございます。こういう動画もぜひお待ちしてますよ。あの写真のみでも構いませんがね、あのクオリティの高い低いは問いませんが、今の素晴らしい告知動画ぜひ見た方で、日発行ける方はぜひ行ってくださいということで、さあでは2通目いきましょう。2通目のメールは写真です。さあ黒ドラさんでいいんですよね。はい、黒ドラさんからのメールです。こんばんは、黒ドラです。いつも楽しく拝見してます。この間の日曜日に三重県リーグ一部の試合に行ってきました。2試合見に行ってきましたと。1試合目は、現在三重県リーグ一部の首位である TS ファウ1973四日市、これ多分、小倉さんの、小倉理事長のチームですね、 TS ファ1973四日市対 FC スワットのゲームですと。この試合は FC スワットの14番の選手が元伊勢志摩の溝田選手だったそうですけど、この14番の溝田選手がハットトリックの活躍で5対4で FC スワットが勝利しましたと。そして2試合目は、県リーグ一部の2試合目は本田 FC じゃねえや、本田鈴鹿
ホンダ鈴鹿というチームがあるんですよね、三重県鈴鹿ですからね。ホンダ鈴鹿対 FC ライオット、また荒々しいチーム名ですね、時折激しく降る雨の中シンプルにプレーした FC ライオットが 2-1 で勝利と、この今回黒田さんがこの観戦したチームにはビアティン三重の、ね、OB がたくさん所属してますと、黒田さん、ビアティン三重を応援している方なんでね、OB を追いかけて県リーグに見に行ってる、黒田さんと、四日市には背番号8番の五十嵐選手、本田鈴鹿には背番号9番の飯田選手がいると、この2人はビアティンの東海リーグ時代を支えてくれた選手たちですと、元気にプレーしている姿を見て試合後に談笑するのが楽しみになっていますと、JFL も楽しいですが地域リーグや県リーグも面白く観戦できますよと、高校時代の有名選手が結構いるので、高校サッカーのマニアにはたまりませんねっていうね。そして東海地区は今週末全社の東海予選が行われます。東海予選が始まると、全社の予選、名県から出場するのは2チームで、FC 伊勢志摩が、岐阜の FC 大垣 K と対戦と、この TSV1973 四日市も出るんですね、は、静岡の、フォンテ静岡 FC と対戦と、でこの日曜日に東海地区代表の4チームが前者に出る4チームが決まりますということで、以上でございます。黒田さんありがとうございました。さあ次3通目いきます。3通目は、岡山県サッカー協会の方から、いわゆる岡山サッカー協会公式の方から毎週ここのところずっとお便りいただいてますが、今週もいただきましてありがとうございます。じゃあメール読みます。総理大臣杯の大学のサッカーですね、総理大臣杯の 全日本大学サッカートーナメント大会、はい、中国地区予選大会の結果をお届けしますと、で岡山県からは4チームが参加して、IPU 環太平洋大学が3年連続6回目の優勝を飾りました。このつまり総理大臣杯の全国大会に出場決まりましたと、で全国でチャレンジしてくれるものと、全国でチャレンジしてくれるものと思っておりますと、大学生が卒業してもさまざまなレベルでサッカーを続けてくれることを願っていますというお便りでしたということで、この写真が IPU 環太平洋大学のメンバーですね、はい、おめでとうございました。これ8月7月でしたっけ、8月の29日ぐらいから1回戦が、総理大臣杯の1回戦が、場所はどこでしたっけ、場所は大阪です、大阪で、はい、あれか、兵庫、まあ、大阪と今回は三木防災で、はい、総理大臣杯行われますということで、はい、また8月近くなったらその話はするかなと思いますが、はい、以上3通で終わり。さあ皆さん、番組では皆さんからお便り待ってます。L 字画面の下にもメールアドレス出ておりますが、こちらまでお送りください。写真動画1分以内であれば何でも構いませんと、試合の告知に使っていただいても構いませんということで、引き続き毎週どしどしお待ちしておりますのでお便りください、よろしくお願いします。さあでは以上、序盤にお送りしました投稿メールのコーナーでした。では特集いきましょう。特集はですね、先週の番組の終盤に予告しましたが、九州リーグが、6月15、16の土日にセントラル開催という形でですね、大分県別府市で行われていまして、実相寺サッカー場っていう名称でいいと思うんですけど、大分県別府市で、土日行われた試合をですね、私、土日かけて行ってきました。でもう一人私と一緒にラーテルさんが、シュアゲレブン最近ちょくちょく出ていただいているラーテルさんも私と一緒に土日、一緒に取材に行ったので、ここからですが声でラーテルさんにも参加してみます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、どっから話をしようかと思うんですが、10チームがどういうチームかっていうのはですね、この今関西リーグとか出てますよね、 L 字に九州リーグって出ますので、その10チームですっていう、ね、時間をはしょるために、はい、チーム名の紹介はこの左の L 字が出ますので、確認していただければと思いますが、まず土曜日と日曜日、これは前期の第7節、8節、はい、7節、8節だったかな、違うかな、6節、7節だったかな、8節、9節ね、
2試合消化なんで、はい、まあ、まずはですね、週明け礼文的に、初めて行きました九州リーグ、現地で見る去年から番組始まってまだ一度も見れてなかったので、去年は前者とか地域決勝で JFC 宮崎や前者で沖縄エスパウを見れたんですけど、その他のチーム含めて全くリーグ戦を見たことなかったので、まあ、いろんなチームをとにかく見ようというのが、こうちょうど土日のセントラル開催が一番いろんなチームを見れるのでいいなと思ったんですが、まあ、まずはその中でも現在リーグ戦のこの時点で6月15日の土曜日の時点でリーグ首位にいる、確か6連勝中だったと思うんですけど、その時点で沖縄エスパウ7連勝か6連勝中で、はい、2位の JFC 宮崎も同じく負けなしでずっとリーグ戦来てて、 はい、その2チームが、日曜日の方、2日目の方に直接対決というのがあるんですが、1日目は、それぞれ、5試合あったんですけど、1試合目と3試合目かなに、それぞれ宮崎と沖縄がまずは土曜日の試合やったので、そちらの方ですね、試合のダイジェスト映像と、監督や選手のコメントを含めて見ていただきたいなと思うので、まずは1本目の、JFC 宮崎対ニフスカノエ FC、はい、土曜日の試合から動画どうぞ出してください。動画見ながら喋ります。はい、こちらがジェフのディスクサッカー場で、あいにくの雨でした。相当強く降ってましたよね。土砂降りです。土砂降りでしたね。もう喋る時いなくなると思うんで先に言っておきます。私の靴1日目でもうダメになりましたね。ダメになったし、次の日も濡れたまんまでしたね。2日目サンダルでしたもん私、はい、あのしかもホテルから もらった。そうそう、ものすごいコンディションの中でこの朝から、うん、1試合目を行う。これ実は人工芝グラウンドの方なんですが、2面あるんですけど、向こう側に見えてるのが天然芝で、こちら今人工芝のグラウンド、これがカノヤですね。青いユニがニフスカノヤ、緑が JFC 宮崎と、はい、さあ早速前半のキックオフから見ましょう。どうぞちょいちょい、なんか、あ、これですね、見たこと感じたことあったら言ってください。いや、もうサッカーにならないぐらい人工芝が水たまりだらけ、田んぼでしたね、はい、ボール止まるんですよね、これね。そうです、手前側の水たまりとかはね、はい、もうだから狙いも何もなんか分かんない感じの、はい、試合で、これ、ここ止まるんですかね。そうです、そうなんです、はい。選手も大変だったんですけど、これ撮ってる私もすごい大変で、もうカメラに水滴ついてますからね、びちょびちょついてますし、もう泣きそうな感じで撮ってる、ね、寒いしね、はい、思い出すな、はい、この日みたいな感じですね。ありますね。音には入ってないと思うんですけど、もうブツ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 言いながら撮ってる、そうですね、はい、2人とも凍えてました。さあ、ゲームの方までずっと 0-0 なんですけど、このコンディションの悪い中ですね、徐々に JFC の選手たちが、まあ、スピードパワーで上回ってくるという試合展開なんですけど、ほぼですね、攻撃シーンはですね、JFC にのみになってくダイジェストになってます。あっと、これも今激しい。さあ、金谷セットプレー取りました。ドン。ここから多分カウンター行きたいんだけどっていう。えい。でもボール止まる。おっと。もう肉弾戦っていう言葉が宇宙の肉弾戦みたいなね。しかもこれあれですね。両方ともユニフォーム青っぽいユニフォームだから濡れると余計に見づらいですね。おっと。本来のプレーだったら今のはランウィズザボールでもっと大きく蹴り出したかったんだけどみたいなね。どうしても止まるっていうね。はい。さあスローイング。ボールも滑りますからスローイングも難しいです、こういうゲームは。さあとりあえずあの地上戦よりやっぱり空中戦を優先したいというスタイルになりますよね、うん、ドリブルしても進まないのでどうしても大きく蹴りたくなるっていうね。でもどん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 雨が強くなっていく感じだったんで。そうなんですよね。さあここから確かカウンターで得点シーンに行くんじゃなかったかな、うん、あ、行かないですか、このヘディングの応酬。もう、ね、ボールをトラップして抜かしてね、抜かして、また長いボール裏に、
これ確かこれが面白いんじゃないですか。あ、これ弾き返しましたね。さあ、マイボール。カノヤの攻撃いけるか。逆サイド。ただやっぱりこの宮崎がだんだんこの前にボンって蹴って総力でなんとかしようっていうのがこの試合ではまあ、だんだんその差として出てくる、うん、そうなんですよね、はい、これまだ前半ですからこう金谷の選手にもこうシュートチャンスがあるダイジェストになってますが、だんだんこれ一方的になってます。さあ、広大なスペースに放り込んでのすらして、おっと、セーラー背番号5番の選手、ナイスクリアです。今の5番の選手はキャプテンの野中選手、カバーにいきます。さあ、ちょいちょいこれゴール裏の映像も入れてみました、うん、こんな感じです、実装時。さあ、前半が終わり、はい、0-0、前半0-0、0-0ですね。ジョージさんがいます。もうジョージさん、ジョージ監督も着てるもの全部びしょびしょでもうね、風邪ひかないでくださいねって見てる僕らが心配です。これ後半開始前、ジョージさんがピッチの真ん中まで出てきてる、これルール的にどうなんですかね。わかりません。センターサークルでミーティング始めるっていう、審判が控え室にいる間にチャンスと思って来ちゃったんですか。来ちゃったんですよ。さあ、でもここでね、励ましてね、励まして帰ってきますよ、ベンチに。さあ、後半開始です。私からこのゲームの、まあ、印象に残ったプレイヤーという意味ではですね、宮崎の選手で背番号24番の鈴木翔馬選手っていう選手がいるんですけど、彼がすごくスピードパワーがあっていい選手だなっていうのが私の印象によく残って、これは PK 取ったんですね、はい。キッカーはこの日のゲームキャプテンのムツロ選手でいるかな、はい。これで宮崎 PK で先制しましたというね、背番号11番のムツロ選手です。うん、少し雨が、まあ、止んできましたけど、止んできて相変わらず降ってますよこれ、うん、少しこう水たまりがねちょっと減ってきたんですけど、後半になるとですね、ボールを多く触っているのもゴール前まで行くのも宮崎がもうほぼ制圧してたなと。後半ダイジェストを作っててなかなかあのカイナの方のシュートチャンスが後半もほとんど、うん、シュートシーンがほぼなかったって感じだったので、ただ鹿屋から応援、鹿屋からいらっしゃってるのかちょっと分かんないですけど、学生さんなんで応援してる保護者の方はいっぱいいましたね、いましたね。すごくあの温かい声援も、はい、雨の中でももういつも応援してる風な感じでしたね。なんか応援慣れてる感じ。この彼一人の、うん、ドリブルからの突破でシュートまで来ました。さあ、もう一回金谷の攻撃をああいうところで奪ったら、宮崎ここはまあちょっと遅行ですけど、これですかね、背番号24番の鈴木選手、はい、多分角度がないね、右の45度もないところから入れて、これで 2-0 と。続き宮崎の攻撃、どうですか、これも入れるんじゃないかな、入った、はい、ちょっと遠かったですが分かりづらいかもしれない、これが3点目ですね。下に入れる、はい、
鈴木翔馬選手の2ゴールでこれで 3-0。 実は宮崎後半シュート4本なんですよ。で3点ですから。でこれ今金谷の1点返すシーンでした。すいません絵に見とれてて、今のゴールで金谷が、1点返します。ゴールを決めたのは小原選手というのかな、小原選手というのか、はい、金谷の選手が取って、これも後半のアディショナルタイムでの得点だったので、これで多分試合が終了するんじゃないかな。そうですね、これ後ろから取ってます。あ、そう、このね、宮崎の背番号34番の黒津選手をずっと捉えた黒津カメラっていうのを作ってみまして、はい、今赤いシューズの選手が黒津選手なんですけど、黒津選手、はい、黒津選手、カタール富山にいたといえば分かりやすいですか。フロンターレにいたの。あ、フロンターレにもいましたよね、はい、じゃこの選手、黒津選手がベテランながらもう、走ってね、雨の中をね、ほとんどピッチには若い選手ばっかり、20代の選手ばっかりなんですけども、こうやって必死になってボールを前から追いかけるというのがちょっと印象。ただこういうなんか重馬場っていうか、うん、余計に彼の、うん、ポテンシャルの高さを感じましたね。感じましたか、はい。さあ、こんな感じでですね、ゲームの方はまあ3対1で最終的にはこのゲームは宮崎の勝利で終わりますということで、これがまあ初日の土曜日の、まずは1試合目、昼12時のキックでしたが、大雨の中で3対1で宮崎勝利ということで、このあとですね、宮崎の方はですね、監督の城中与那城監督にコメントを聞いて、その後この出場した背番号34番の黒津選手です。時間あったんですけど、まあ、よく耐え、まあまあ、チームとして耐えたなっていう感じです。前半は特になかなかあれですか。そうですね、まあ、グラウンド状況も自分たちのやりたいことができてないっていう、ちょっとなかなか難しかったんですけど、まあ、よく後ろが耐えてくれたんで、まあ、そこが勝因かなと思います。とは思って見てた。まあ、先制点が本当大事かなと。はい、どんな PK ですか。はい、まあ、あんまりこう、うまくいくことの方が少なかったんで、その中でヘッドが近くなったんです。去年と今年を比較してみて、今年のチームもしくは黒津さん自身の何か変化や手応え何かありますか。まだまだこの6月ではまだまだ、まあ、ここで勝ち抜いてもまだ先があるんで、去年経験してますけど、まだまだ強いチームもあるし、必死なチームがたくさんあるんで、あんまりこう受け身にならずに、自分たちから、チャレンジしていくっていうのも大事かなと。今年は若い選手も何人か、はいはい、スタメンで若い選手も増えて、た感じですか。若いですね、やっぱり。その中での黒さんはどう、はい、どういうこう、もう若さには勝てないですけど、まあ、要所要所で、はい、なんか違いが出せればなと思う。やはりこの試合の流れやいろんなこう ゲームそのものをこうちゃんと見て読んで、はい、うん、まあ、それだけじゃダメだし、まあ、うまく若手ことを誘導しながらできたら。コンディション的にはいかがですか。まだ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 ですか。できると思うし、なるほど、チームとしてもやることは多いかな、はい、明日はいよいよ沖縄 S ファウルと、多分もう選手の皆さんも意識している大一番だと思うんですが、まあ、あんまり気負わずに、気負わずに、はい、とりあえず、まあ、強いことは分かってるし、まあ、うちも負けてないと思う。明日なってみると分かんないですけど、まあ、しっかり戦えればなと。土日にここの実相寺で集中開催っていうのが組まれてるわけですが、はい、今日の出来、明日を見据えての今日の出来という意味ではいかがだったんでしょうか。もう今日あの何人かこう途中で入ってきて、で、まあ、特に前半はね、
まあ、チャンスは作るものの良くなく、はい、内容的にはあんまり良くなかったんですけど、まあ、後半、点入った分良かったんでしょうけど、うん、内容的には、あんまり良くなかったですけど、まあ、明日その勝ったことで明日に、いい、雰囲気になるかなと思います。もうとにかく今日我々も明日勝たないと、いけないんで、そこはもうみんなで、みんなは、意識して、いると思いますんで、明日は、まあ、いい試合ができるかなと思います。今日のスタメンと、まあ、控え含めた出した選手っていうのはこう、うん、うまくローテーション、明日を見据えてるなんかローテーションとかなんか、同じメンバーで、同じメンバーというか、まあ、同じメンバー結構いるんで、だから結構疲れている選手たちも何人かいますんでね、だからその辺をちょっとこう今日は、やっぱり土日って続く2日間のことを考慮して、はい、そうですね、今日のちょっと、はい、土曜日の方は、はい、メンバーも考えてみたり、はい、まあ、それで、なんとか勝ちましたから、でもなるべく長い時間プレーさせてももちろんそうですね、ただあの明日と今日 で、まあ、明日はもうまた相手も違うわけです、強敵ですから、はい、ですから今日はなんとかあの少し保存ができたらなと思ったんですけど、まあ、でもそれは結果的に思いよかったんですけどね、まあ、内容的にはまあまあだなかなと思いました。あの明日は快晴の天気予報は予報もう明日は晴れと出てるんですけど、はいはい、はそうな、人工芝はそれでもあの下が硬いですね、はい、ものすごく硬いんで、だから明日いい天気だったらまた明日はもうあの水がなくなったらまたより硬くなると思いますんでね、明日ちょっと厳しい状況的には厳しいかなと思うんですけど、でもまあそれはまあお互い様ですから、まあいい雰囲気を作っていけたらなと思います。わかりました、はい、首位決戦、はいはい、大一番だと思います。そうですね、もう、まあ、このまあまあ、このためというわけではないんですけどね、まあ、前半の折り返しのあれですか、ね、はい、結局そのためと言っても過言ではないですよね、とにかく選手たちと話してて、我々は絶対あの一つも落とせないと。そうですね、でそれをもうあの苦しい試合の中でもいろんなあったんですけど、まあ、選手たちもよく頑張ってくれてずっと全勝できて、で明日あの気持ちよく戦えるなというふうに楽しみにしてます。ありがとうございます。黒津選手とジョージ・与那城監督、JFC、3対1で勝った JFC 宮崎の方にまずお聞きしましたと。雨の中どうでしたかと。あと初日なんでね、翌日が沖縄戦を控えてますということなんで、ちょうどこの L 字の画面、今ちょうど九州リーグの1位から10位までの順位表と、昨日一昨日のまたセントラル開催だったんですよね、昨日もね。そうです、ね、はい、昨日の土日の結果が出てますが、今特集でやってるのは3週間前の6月15日、2週間前か、ね、6月15、16の動画を見ていただいていますが、全10チームはこちらでございますから、ぜひ、この際に皆さんチーム名を覚えてください。先ほどの試合は JFC 宮崎対ニフス鹿屋の試合でした。さあ、ではこの土曜日の初日の沖縄の試合見ましょう。動画見ましょう、どうぞ。はい、こちらは3試合目なんですけど、まあ、風がまだすごい、風が出てきてますね、雨がちょっと止んできたんですけど、うん、もう風がすごかった、ね、セネガル色のテントがですね、こんな見て実はカメラの三脚も1回何度も飛ぶっていうですね、ものすごいあの強風がですね、もう最悪のコンディションですねみたいな感じですよ。撮る方も見る方もプレーする方もみんな大変みたいな。先頭がですね、この日のゲームキャプテンの岡根選手です、直前までは SC 相模原におりましたが、もともと J1 の清水エスパルスに、入って J リーグの試合、J1 を含めてたくさんの経験を取って、高原選手とは SC 相模原時代に、一緒だったので、今は沖縄にいますと、今日はベンチスタートの高原選手とというか、もうベンチにいる限り高原監督という感じですけど、さあ相手がですね、九州総合スポーツカレッジというですね、いわゆる専門学校という括りでいいと思うんですけど、基本は学生のプレイヤーたちが、フレッシュなメンバーが揃っておりますが、さあ見ましょう、前半キックオフ。まあ、沖縄のこの
初日の試合もやっぱり左右のスペースにどんどん人を走らせてそこに、パスを供給していってね、行こうと、まあ、雨も若干止んでるんでこう下中盤からつなぐこともできるグラウンドコンディションにはなってましたが、まあ、両サイドからの攻撃が特徴だったなということで、これが先制ゴールですね。先制したのは山内選手で合ってますか？山内じゃなくて山内選手ですね。フォワード背番号9番の山内選手がまずは左からのクロスボールに合わせて1点と、これが前半の18分でした。これ岡野選手ですね。センターバックの岡野選手、セットプレーの時は前線に上がって、そのまま残って中盤でボールをさばくというのも時折見られました。さあこれが沖縄の2点目につながるシーンの気がするんですけど、違うかな。あ、これはキーパーキャッチですね。逆サイに展開してから先ほどゴールした9番の山内選手、中央から左上がってきてます。おー、どう、あー、ゴールならずと。そしてベンチスタートになっている高原選手監督と横でストレッチしているのは前田選手、毎春でございます。豪華ですベンチには豪華な選手が控えておりますが、さあセットプレー残りで岡根選手が右に残ったまま今逆サイに戻したところをシュートと、またこのまま今コーナー取ってますから引き続きコーナーセットプレーです。さあ一番背高いスキンヘッドの選手が岡根選手、あ、人が手に。さあこれが2点目決めたのも同じく背番号9番、2ゴール目山内達郎選手ですと。右のコーナーから2点目、これが前半の39分でした。まあほぼ失点、沖縄に関してはね、失点する危ないシーンは全くなかったので、もう割と一方的に、自分たちが攻撃をしたゲーム内容だったなと。さあ今のもうフリーキックラバー引き続きコーナー取って2本連続でね、枠にはいかなかったですけどね、まあ、このような感じの前半でございました。さあ、ベンチに戻ってきて、この実相寺というこのグラウンドというかこの施設状況がそうだと思うんですけど、あ、もう後半始まっちゃいましたね。ロッカールームに戻らずにみんなあそこですね、テントのところでミーティングしてましたね、どのチームもね。後半開始します。これは沖縄の攻撃ですね。今惜しかった、多分ポストに当たってそのまま流れてコーナーですが、ニアサイドからのもう一回中に出て牙弾く、ヘディングが、ま、ポストに当たった、またヘディングでクロスバーの上っていうね。さあ今度は 左からのコンビネーション、ちょっとバタつきますがもう一回マイボール。この岡野選手もうかなり最終ラインも高い位置です。さあ今左のスペースにバーンって縦パス1本入れて、そこからえぐって確かこれがゴールです、はい、左からの崩しで3点目と、ゴール決めたのがまた山内選手、ハットトリック、ハットトリック、持ってるって感じですねこの日。ただこの相手の九州総合スポーツカレッジって地元なので、うん、一番応援してる人の数多かった気がします。なるほど、大分県のチームだし、うん、はい、みんな地元の近いね、この声聞こえると思うんですけど、お母さんたちに、はい、本当いましたよ、うん、沖縄からは初日は多分あんまりなかった、5人か10人ぐらいですね、はい、2日目はいましたね、うん、風がすごいですね。さあ前春選手がですね出てきたんですね。ここからですね、実は
あの高原選手もこの 3-0 のリードの状況から高原選手も出てくるんですが、まあテクニックというかですね、悪いグランドコンディションの悪いことが全く気にならないくらいのこの、中盤のなんですかね、プレーの質の高さがやっぱりありますねっていうのは、そういうあの意図を込めてこの時間を編集してますよ。前田選手はちょうどボランチの位置にいますね、11番。というこれが4点目。あ、違う選手か。背番号18番の牧野選手ですね。途中から交代した牧野選手の4点目。そしてこの 4-0 になってから、まあ、翌日の日曜日の試合のね、もうあのちょっとこうお視野に入れて高原選手も出てきました。入ったポジションがですね、中盤の左っていうですね、フォワードの位置には入っておりません。高原選手が若い選手が前目にどんどん今ポジションしてまして、つまりこの1日目のゲームはですね、前春高原というダブルボランチみたいな感じですね。中盤のパス回しが美しかったですね、見てて。この2人が取れないんですよでね、私のすぐ近くに金谷のご父兄の方も一緒に見ててね、うまいなーって言ってました前春と高原が出てきた瞬間からやっぱうまいなーみんなーみたいな。やっぱりあのね、本当にうまい。ゲームの、ね、質が変わるんですよね多分初めて現地で見れば誰もが思うと思うんですよ、ゲームが変わるっていうね。こうどんどん走って前にボンボン蹴っていこうみたいな策だから、なんかちょっと枯れてきたぞ、うん、と枠外なんですね。相手にこうあの、ね、赤いユニフォームを食いつかせて、うん、取りに来させてそれを晒していくっていうね、剥がしていくっていうプレーをこう毎瞬高原というコンビでやっていくんで、どんどん逆にスペースができてくるっていうね、そういうのが僕の印象に残った、この初日の沖縄戦でございました。まあ、敗れたあの九州総合スポーツカレッジね、敗れましたけど、もうなんかあったかい雰囲気に生まれてね、こう多分映ると思いますよ、お客さんの。これ夕方っぽくて、ね、あこの国慶の皆さん、こちらが沖縄。さあ、この試合後はですね、ディフェンダーのこの岡根選手に初日の感想とこの明日を見据えた宮崎戦についてもお話聞きましたので、夕暮れ時になったグラウンドに最後こうね、最後沖縄選手いつもこうやってミーティングをしてから解散ってなるんですけど、絵になりますね。土日集中開催の1日目が、終わって4対0ディフェンダー岡根選手です。お疲れ様でした。今日のゲームはどんなゲームにできた実感あったら教えてください。そうですね、今日は、まあ、今日だけじゃなくて明日も試合があるので、まあ、そういった、まあ、先発のメンバーを含めて、まあ、点数を多く取るというよりかはどうやって点数入れた後はどうやって終わらせるか、まあ、明日に向けて、今日の試合も大事ですけど明日に向けて、どういう試合をしてどういうメンバーで全員で乗り切るかという話があったんで、まあ、何回かピンチありましたけど、まあ、ゼロで終わって、まあ、点数は別に何点でもよかったんですけど、ゼロで終われたことが一番大きかったんです。あの後ろからの声、あとはラインの統率等々、一番リーダーシップを持ってやってたなというふうに思ったんですが、今年のチーム、この開幕してからこのチームにおける自分の存在というか役割というのはどういうところに重要なポイントを置いているんでしょうか。そうですね、今日は特にタカさんが出てなかったんで、まあ、そういった面ではそういう意識は強く持ってましたし、まあ、若い選手とっていうかプロでやってた選手と全くそうじゃない選手、経験の差がすごい、大きくて、逆に多分こういうレベルのリーグだと逆に難しくなってくる。なるほど。そこは、まあ、他のチームはね、みんな一緒のようなレベルで、逆にうちはそういうところに差があるんで、うん、まあ、そういったところ含めて常に自分が、まあ、キャプテンというわけじゃないですけど常にキャプテンと思って行動、まあ、プレーもそうですし行動してチームを
まあ、一つにというか、うん、同じ方向を向いてプレーできたらなと、まあ、試合だけじゃなくて日頃から思っているので、やはりそのキャプテンシーというかこのチームを一つにまとめていくという気持ちが一番強い、自分出てて強いのかなと思ったんですが、やっぱそういうところはありますか。そうですね、まあ、自分の別にキャプテンシーというかリーダーシップも別に意識はしてないですけど、うん、まあ、ポジション柄ね、そういうタイプというか、そうですね、はい、そういう感じになっていくので、まあ、それはそれでいいこと悪いことじゃないと思うんで、このチームに呼んでもらって自分で、選んできて、はい、去年はね2位で終わっちゃって、あの、はい、チケツにもチャレンジできなかったんで、はい、まあ、責任もちろん感じてますし、一番悔しいし、早くしたいというか、早く上のレベルでもっと強い相手と、もっと、ね、いい環境で、いろんなことをもっと上の環境で、上の環境というか上のレベルでプレーもう一度したいんで、まあ、それをやっぱり若い選手というか、他の選手よりもっとギラギラしていたいなと思います。なるほど。J3、J リーガーを経験した岡根さんがこの地域リーグ、まあ、ここが九州リーグですが、地域リーグからチャレンジするんだというこの思いというのは、モチベーションというのは、このクラブに入るきっかけ含めて何かあれば。入るきっかけはもちろん、まあ、高さん、清水、僕が大学卒業して清水に入った時に、高さんはレッズから入られて、モチベーションという意味では、タカさんに呼んでもらえる、タカさんに一緒にプレーしたい、うん、やはりそれが一番、まあ、それだけでもうね、サッカーやるというか別にカテゴリーの差というのは関係ない、まあ、はい、それだけでモチベーションになります、うんうん、なるほど。モチベーション的にはその部分が一番、まあ、自分できましたけど、タカさんに呼んでもらってきてからには何か残したい、まあ、まだ地域リーグに来ましたけど、まあ、そこまでトップレベルには、ね、戻れるとは思ってませんけど、一つでも上のカテゴリーでまだプレーしたいし、全然できると思ってるんで、でも、まあ、このチームに来たからにはこのチームで上がりたいし、うん、もうこのチームで引退するって決めてるんで、なるほど。そこはだからあとは自分のプレーと結果を残したらどこまでも上がっていける、上がっていけるっていう状況を多分クラブは作ってくれてるんで、あとは結果を出すだけなんで、あとは自分や自分たちが、そうですね、選手がという気持ちです、はい、最後になんですが、まあ、昨シーズンはそのリーグ2位でチャンピオンズリーグにその、自動出場できずに、あの前者からのチャレンジで惜しくも2回戦で負けてしまったという非常に悔しさが残る去年だと思うんですが、去年と今年のそうですが、この去年と違う今年の何か変化、小野さんが感じることあってほしいですか。まあ、一番、まあ、試合で感じるのはディフェンスライン4人はずっと去年からほとんど、以降はほとんど4人ずっと長くプレーで、まあ、ある程度お互いのプレーも分かってきて、っていうのがすごい今年まだ1失点しかしてないですし、そこは安定感が、そうですね、それが、まあ、プレーしてて一番大きいかなとは思いますけど、あとはまあボランチもね、2人経験ある選手入ってきてるんで、すごいチームに好きがありますし、まあでも今年の方がより雰囲気がいいと思うので、今年こそチャンピオンとしてチャンピオンズリーグにストレートで、まあ、九州で一番になるのはまあ当たり前として、はい、まあそのチケツで一番大事な時に自分の力を発揮できるように準備しています。以上でございます。初日を終わった沖縄SVの、ディフェンダーの岡根選手に、試合後の感想を聞きましたということで、ルテさん、この2試合目に関して短く何か言っておきたいことあればどうぞ。この沖縄と九州スポーツカレッジの試合は、うん、私は見てないんですよ。あ、そうですね。隣のグラウンドで。うん、だから初見で良かったなと。見られて初日の、2チーム当然ですけど、はい、翌日の直接対決を非常に意識した初日だったなというのが、うん、総評でございますということで、さあここからですね、他の8チーム、どういうチームがあるんだろうということですね、この土曜日日曜日、
5試合ずつずっとやってたので、合間合間にちょこ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 いろんな時間を作っていろんなチームの人に話を聞きに行ったんですよね、はい、でそこからですねこのラテルさんメインでですね動画を作っていただきましたので、はい、早速見ましょうの前になんか見る前に言っとくことありますか。ちょっと全チームは網羅できなかったんですが、そうです、残り8チームのうち4チーム、そう4チーム、はい、そうです、そうです、もうテロップ出ますか。出ます。じゃあなのでそれで見ていただければ。じゃあ早速ですが、九州リーグセントラル開催なので、10チーム参加している中からの、4チームそれぞれどんなチームですかという特徴を踏まえて、インタビューしておりますので、そちらの動画を、見てください。どうぞ。選手たちは日本製鉄の社員、社員の方とやっぱ関連会社、協力会社がいて、まあ、約28名ですかね。練習は大体週に何回くらい？週に4、3から4回くらい。じゃあ結構試合も入れると。そうですね、ほとんどオフが1日2日あるっていう感じですかね。まあ、プロを目指すような環境でやってたような選手が選択肢の中でこのチームを選ぶっていうのはやっぱりこう選択肢の中に入ってくるんですか、ね。まあ、そういう子もいるかな、うんうん、若干いるかなっていうのもあるし、うん、まあどうなんだろう、やっぱサッカーが大好きなのかなっていうのもまず、大分だとそういう、まあ、高校サッカーとか、そういった J リーグの育成で育った子が、まあプロにそのタイミングではプロにならないっていう子が選ぶ選択肢っていうんですかね、それはどういうのがあるのでしょう。まあ、その働きながら大好きなサッカーができるっていう意味ではやっぱ環境は、まあ、うちの方もいいんで、うん、まあ、それが一つの魅力になるのかなっていうのもあるし、まあ、本当もうサッカーバカみたいな感じの子ばっかなんで別にその上を目指すとかじゃなくて、うん、ただ単純にサッカーがやりたいっていう子たちがもう集まってるわけなんで、まあ、そこはもうチームとしてねありがたいっていうしかないですね。九州リーグはねシーズン中に4回ぐらいこういう集中開催で土曜日日曜日連戦っていうのが日程で組まれてますけども、やっぱりここの集中開催の独特の戦い方みたいのはやっぱりあるんでしょうか。そうですね、やっぱり連戦になるとね、やっぱうち上が37歳もいるんで、やっぱり連戦になるとなかなかきついっていうのもあるから、やっぱ一試合一試合やっぱとにかく勝たないといけないんで、それを踏まえて選手を選ぶとなかなか厳しいところあるんですね、監督としては。ターンオーバーみたいな感じまではちょっとできない。そうですね、やっぱ練習がなかなかできてない子がやっぱいるんで、それはちょっとあんまり考えてないんですけど、やっぱり今最大限出せる選手ぐらいの子を見ながら使ってるっていう感じです。リーグの中で当面の敵というか当面の超えなくちゃいけないような相手っていうのは、やっぱり勝たないと、まあね、上にはなかなか通用しないなっていうのもあるし、まあ、沖縄は、ね、まあ、ちょっと前にやったんだけどやっぱり全然ダメですよね。地域リーグの中でも集中開催で2連戦するっていうリーグ戦は多分九州しかないとか、この時のメンタルっていうのはどんな感じなんですか。もう試合は試合で割り切って、夜はみんな楽しく食事して、で、まあ、次の日には切り替えて、でもう全然昨日朝みんな顔合わせた時は全然昨日の負けとか引きずってなくて、まあ、今日は今日でやるぞと、もう割り切ってる。体力的にはどうですか。体力的にはやっぱ朝起きた時とかはちょっときついなとか思うんですけど、やっぱゲームに入ったらみんながやっぱサッカー楽しくて、もう全然そういうのがなくなりますね。
それはやっぱり他のリーグ戦の試合とはやっぱちょっと気持ちの入り方と違うんですか。違うですね、うん、まあ全チームやっぱり集まるので、うん、でやっぱ全チームが見ているっていうのもありますし、うん、こうスカウティングされているのもありますから、うん、ちょっと気持ち的にも、うん、やっぱ この集中開催やっぱ2試合消化するんですかね、うん、っていうことはやっぱり勝ち点はやっぱどうしても絶対どっちか取らないと。川添クラブというチームは、佐賀県のチームで、選手はほとんど大学サッカーやってた選手が多いと思うんですけど、田中選手に今24歳で、九州共立大学で、その4年生で卒業するときっていうのは、はい、どこでサッカーやろうかってなったときに、はい、この川添クラブ以外にはどんな選択肢があったんですか。まあ一応こうコーチとかちょっと他の人からはちょっと上目指して、うんうん、こういうとこ受けに行ったらとかはちょっと言われてたんですけど、うん、もう自分はこう生まれも育ちも川添で、あ、そうなんですか、はい、地元なんですか。はい、地元で少年サッカーも川瀬少年サッカーに行って、川瀬中学校に行って、で高校を終えて、でやっぱ高校の時も社会人の練習とか行ってて、中学校川瀬クラブの練習とかに行ってた、はい、そうですね。でずっとでもう自分の帰りをやっぱ上の人たちは待っててくれて、このエンブレムなんですけど、はいはいはい、もう小学校からずっとつけて、あ、そうなんですね、はい、このうちのロゴなんですけどね、それをちょっと誇りに思いながらですね、モンスゴールなんですか。ああ、そうなんだ、はい、あ、ちょっと確かに漫画チックな絵が描いてあるんですね、そこでね。変わらない小学校の時、中学校はもうムツゴロウ、僕は川瀬って言ったら有明海で、はい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 、ムツゴロウとか象徴なでやって、このエンブレムがやっぱその少年からも全部ユニフォームついてるんで、いろんなところでやる中で、その川瀬でやるっていうのはすごく大きな意味がある。あ、そうですね、ちょっとある意味こう人生の中での恩返しじゃないですけど、サッカーでこう恩返し、やっぱり、上の人だったらやっぱ80歳近い人から川瀬の人は知ってるんで、サッカーを教わったりとか、でそれでやっぱ顔も地元では広くなって、ちょっと地元開催の時は、はい、50歳60歳の人もこう顔見知りの人も応援にグラウンド来てくれてるんで、そういう時はやっぱこう結果を残して勝ちたいと思います。なるほどね。九州リーグには、まあ、J リーグ目指そうとしているチームが、はい、まあ、沖縄エスパーとか JFC とかありますけど、そういうチームは、田中選手からどういうふうに見えてるんですか。やっぱ相当やっぱ一個一個のプレーもこだわってやっててですね、うん、もう非常にこうまいというかですね、あそこを目指してやった方がそう自分たちも楽しいと思うんですけど、うん、まだまだああいうチームでやってみたいという気持ちは少しはあったりするんですか。あ、やっぱりちょっとやってみたいっていうか、うんうん、一緒にこうやってもっと上を目指したいっていう、うん、そういう気持ちもあるんですけど、これなんだかんだやっぱこの地元クラブがちょっと大好きで、うんうん、そう大好きなんです、ね、もう離れたくないっていうか10年後、はい、今から10年したら、田中選手はまだサッカーやってると思いますか。あ、自分はしたいと思ってます、うん、もう体がこう動かなくなるまでは、ちょっとこの九州リーグにですね残って、やっぱこう下の入ってきた人たちにもこうこうこうだったよって教えながら世代が変わっていけたので、うんうん、佐賀県の、はい、県のリーグにチームがクラブが所属してた時代もあると思いますし、はいはい、今は九州リーグです、はい、選手ご自身から見たらやっぱり九州リーグでこのクラブが行ってほしい、そのもしくはそこで自分もプレーしたいという方が強いですよね、はい、そうですね。もうやっぱ県リーグとかでもやっぱ、2年前ですか、上がってきて県リーグとかやっぱ戦ってきたんですけど、そのプレイヤーとしての刺激や、まあ、対戦相手のレベルを含めて九州リーグでやることが楽しいです。楽しい
今ちなみに お勤めというかお仕事はどういうお仕事ですか？建設会社で勤めています。チームメイトも多いですか？その同じ会社のメンツ。あ、自分あみんな割と違いますか？はい、じゃあ週末になってとか練習でみんな集まってる。そうです、ね、です。これがサガリクシル対解放銀行という、まあ企業チーム同士の戦いなんですけど、次にインタビュー出てくるのがサガリクシルの選手なんですが、先ほどの九州総合スポーツカレッジの卒業生の選手です、うん、で結構この九州リーグは九州で育った選手が非常に多くてですね、そうですね、まあ、他の地域リーグもそうなのかもしれませんけど、それがすごく私の印象に残って、そうですね、地産地消って感じですね、はい、さっきの田中選手もそうでしたけど、ね、みんな地元でサッカー続けたいっていう、ね、そうですね、考えの人も、ね、このオレンジのがサガリクシルです、はいはい、出てくるかな。サガリクシルっていうのはどんなチームですか？そうですね、全員まだ若い選手が多いので、やっぱ最後まで走り切れるチームですかね、うん、走り切れて諦めないチームですかね。普段は皆さんリクシルの社員で、はい、リクシルで働いてらっしゃる。リクシルで働いてる人もいれば、いろんなところで働いてる、うん、あ、そうなんですね。前田選手はあ、リクシル その会社で、会社で、はい、普段どういう仕事をするんですか？洗面器とか、はい、製品の、はい、欠点、汚れとかがないかをチェックする仕事をしてます、ね、あ、じゃあその商品を出す前のところで検品というか、はいはい、これが本当に商品として大丈夫かどうかの最終的なこうチェックをするような、はい、仕事をしてます。一緒の仕事の人もいらっしゃるんですか？あ、はい、うん、その仕事もいれば、その型を作る人もいらっしゃる。じゃあそれは佐賀県にある？はい、佐賀県にあります。じゃあみんなその練習なんかは佐賀県のどこで、佐賀市内で？練習は鹿島市っていう、あ、みんなその鹿島工場っていうところで、そうなんですね、ほとんどの方が働いたり住んでるところが、あ、そうなんですね。例えば今日とかだと佐賀とここだと、今日は1回帰るんですか、それとも今日は泊まりですね。1試合だけやって週末にっていうのと、はい、今回とやっぱりちょっと気持ち違うもんですか？そうですね、やっぱ1日目勝つと負けるじゃん、やっぱ2日目の勢いっていうか、うん、気持ちの部分がやっぱ違うんで、うん、でやっぱ皆さん慣れていたので、うん、集中開催にやっぱ1日目でしっかりいいプレーがみんなできてたかな。練習は大体週にどれぐらいやるんですか？練習は週に3回ですね。あ、じゃあ結構あれですね、それで試合もあってってなると、はい、1週間に2日か3日ぐらいしかもう、サッカーやらない日はない。あ、そうですね、結構ハードじゃないですか？結構そうですね、仕事の後で、うん、なんで学生の時とはまたちょっと違いますよね。学生の時とのきつさはやっぱり違いますね。やっぱり学生 その、スポーツカレッジでやってた時よりもちょっと生活は大変になった。あ、まあそうですね、朝ちょっと早く起きて仕事行ってでちょっと立ち仕事なのでやって終わって、まあ、ちょっとしたら練習があってみたいな、うん、なるほど。でまた次の日早く起きてみたいな繰り返しなんで、うん、最初はきつかったですけど、うんうん、今はもう慣れていて、少し慣れてきた感じですか？はい、はい、これ次がですね、熊本教員周遊団というチーム、うん、このチーム、まあ、九州、三菱自動車と対戦してるんですけど、このチームが学校の先生のチームです。名前の通り、はいはい、熊本がね、はいはい、みんな先生なんですよね、はい、で熊本県内で、教職に就いてる方が多いというか、あとはその教職目指してる学生さんなんですけど、うんうん、ここちょっと見てていただけるんですか？ここでいいゴール決まるんですよ。これ初日の大雨のあれですね、ドカーンと、いやー、ドカーンと、このシュートを決めた先生がですね、先生が、はい、大塚先生っていう、大塚先生が今日熊本教員の大塚先生はですねこの先生ですね、ペラッポまでって豪華、ちょっと太めですね。大津高校卒大津高校、筑波大学、そして水戸ホーリーホックで2年プレー、じゃあかつては大活躍した、はい、じゃないですか。そして今は高校の先生でございます、すごいという、熊本周遊団の
になるために生まれてきたようなそうですねエリート選手すごいんですよ目立つこの体格もそうですもう体型がマラドーナじゃないですか、うん、怖いんですよこの先生怖いっすみたいないいですね、はい、でも8割9割は教員なんですけど、まあ、中にはちょっと違う職業の人いますけど、うんはい、ほぼほぼは教員でじゃあ、熊本県の中の、はいで教員されてる方が集まって、ねはい、教員チームとそうです、ねまあ、大学生とか少しいますけどあそうです将来的に教員になりたいとかそういうような人が入ってたりとかしてます、はい熊本周遊団に関しては私やっぱりこうどうしても10番の、はい大塚選手、はいはい、2目が いっちゃうというか、はいはいまあ、とにかく技術が非常に高い選手、はいでねはい、で経歴を見るともともと J リーグでやってた選手だということなので、はいそうですねまあ、それはもう納得というところなんですが、はい大塚選手はどんな選手、まあ、もう言ってもそのチームの10番で、うん攻撃の中心でありますからまあ、彼がいることで今のうちのサッカーがここまで来ているっていうところはもう過言ではないと思います、うん、今日、昨日ですか、はい、ものすごいあのトラップからあそうですね、左からですね左から決めたシュートがもうちょっと鮮烈で、はい、あすごい選手がいるなと思ったんですそうですね、はいまあそういう選手も含めて、はい監督は、まあ、学校の先生が中心のチームということで、はい何かこう苦労されていることとかってありますかそうですねなかなかその学校行事が土日になったりとかあと部活とかの指導子どもたちの指導で選手が集まらないので、まあ、昨日もギリギリなところで選手が来てたので、うんまあ、今日も何人か来てくれたんだけど、うんまあ、いつも練習も試合もなかなか人が集まらないというのが、うんまあ、その中でまあ、チームコンセプトとか日頃の日々の練習をしてもらって、まあ、試合に合わせるっていうところで、まあ、苦労しながらやってます今回みたいな集中開催っていうのは、はい、なかなかそうすると、はい、こうちょっと周遊団にとっては不利な部分もあるという感じですかね、はいはい、2日間連戦っていうふうになるとそうです、ね、2日とも来るっていうのはこうなかなか、はい、なかなか学校の先生だとどっちかはこう部活動があったりそうです、ね、いくらこう近くでやってたとしても、はいはいあまあ、私なんかも実は土曜日ちょっと勤務があったんですけども、はいまあ、学校の先生たち同期の先生たちにまあ理解いただいてお休みもらって、来ましたし、まあ、日頃からその仕事とかそういう部分をやっとって、まあ、その日程も決まっているので、うん、その日程に合わせるためにその調整をしながら調整しながらみんなそれ各自やってると思いますので、まあ、いいプレイヤーとして行くのか指導者としてサッカーの指導者してる人が多いので、うん、指導者っていうところでもうそっちの方に進むっていう人もいますそうするともうやっぱ練習や試合には来れなくなりますので、まあ、それで離れていく人っていうのはまあ毎年何人かずつはいますだから若いその教員になる人または将来教員になる人っていうのをどんどん募集してるところですね九州リーグはやっぱりこう J リーグに目指そうとしているチームも、はい沖縄とか、はい JFC とかありますけど、はい、ああいったチームはこう周遊団の青木監督から見てどんな風なチームに映っているんですかそうですね、まあ、僕らがこう目指しているっていうか、まあ、この九州リーグだけで頑張っていこうというところはあるんですけど、そういう上を目指すチームと僕ら対戦できることが、まあ、楽しみでもあります。やっぱりアマチュアでどこまでやれるかって、でもっとプロの人たちと対戦できるっていうのは、まあ、なかなか勝つことは難しいんですけど、そういう選手たちがやれるっていうその自分のそこになんかこうモチベーションを持ってですね、まあ、チームをみんな動いてくれてますので、なんかまあ頑張ってもらいたいっていう気持ちもありながら、はい。そういう意味ではやっぱりこの九州リーグでやってるっていうことは結構意味があるそうですねやっぱ熊本でも1チームだけなんでここでやってるのはですね、僕らもその子どもたちを教えてる感じがあるのでやっぱそういう目標にされるような立場でいたいしそういうサッカーチームでもありたいので教員っていうこともありますからまあそういう熊本県のサッカーを少しでも引っ張っていければまあ J もありますけどはい、はいロスがありますけど、アマチュアで僕らが少しでも引っ張れればっていうある意味でこうロアッソは
熊本県の選手だけじゃないし、はい、 ね、そういう意味では熊本県の選手だけでやってるチームでは、はい、もしかしたら一番高いカテゴリーでやってるチームかもしれない。間違いないと思います、はい、というわけで、4チームの、各チームのそれぞれの監督や選手のお話聞きました。どうしてもこう土日開催で特に初日大雨だったんで、すべてのチームを追いかけるのがなかなか大変な状況だったので、いや、大変でしたね。次回また九州リーグに行った時には、はい、今日紹介できなかったチームの人にぜひ聞きたいですよね。はい、はい、なので、すいませんでした、お話聞けなかった方、はい、すいません、次回にさせてくださいということと、はい、九州リーグの運営の、ね、土日運営された方にもそうです、ね、たくさん協力していただいているので我々本当にありがたく主役イレブンって一言言ったら、はい、あ、聞いてますよって言ってくれるぐらいね、はいはい、すごく温かく迎えてくれて、はい、全てのチームにこういう取材が入るということで、はい、事前に言っていただいたので非常に取材もさせていただきやすく、はい、土日含めて感謝申し上げます、はい、ということで、はい、さあというわけでですね、このいよいよこの特集の最後、注目の試合、日曜日、1試合目ですよね、日曜日のもうそうです、第1試合、第1試合午前10時キックオフの試合、はい、早速見ましょう動画、沖縄対宮崎、無敗同士の直接対決。さあ、我々も早起きしてもう9時前には実装時行きまして、両チームのこのアップグラウンドもないのでもうピッチのすぐ横で、両チームともスタートしておりました。初日とはややスタメンを変えてきたなと、やはりと、もう見えてますが、高原選手はスタメンだなっていうのがもう来てすぐ分かりましたが、さあこのゲームはですね、ものすごいドラマがたくさんあったのでですね、これ試合前です。さあユニフォーム着替えた後も最終的な戦術確認と、アウェーの沖縄が、アウェーユニ、白いグレーのユニです。さあ10番対決、私参謀長、この日のテーマは両チームの10番をこのチームにとってね、両者どうなんだろうっていうね。宮崎の方は佐野優也選手、沖縄の高原選手、背番号10番と、ともにですね、清水出身のですね、中学は同じです。高原先輩、確か学年は2つか3つ上、ね、うん。絶対一緒にサッカーやってますよね。もう先輩後輩なんで、試合前のアクションとかも分かるの、人間関係がみたいなね。かつてね、静岡県清水でね育ったサッカー少年が今や九州リーグで10番背負って両者相まみえる、多分九州リーグの中でもこう名勝負数え歌になるだろう、この沖縄対宮崎っていうのはね、見る前から予想してましたけど、見た時のもう僕の感想は本当にすげえ試合だったなっていうのがね、さあ両チームのエンジンからのキックオフ、前半キックオフです。緑のユニフォーム、JFC 宮崎、土曜日とはスタメンを4人ぐらい変えてますね。で宮崎はそうですね、で沖縄の方は高原選手がスタメンなんで前日から3人変わってるのかな。さあ前半はですね、実は序盤立ち上がりから宮崎がいいっていうですね、宮崎のペースです。やや沖縄はちょっとこうバタバタしてるというかですね、もっと落ち着いてプレーすればいいのにっていうようなところを、なかなかマイボールにできず、宮崎がすべてボールを拾ってってつなげていくと、これが、この日のまたスローインからですね、佐野選手から、あ、これかな、ファールをもらった位置からフリーキック、よく見てください、このボールがドカッと、エクセレント、素晴らしいですよ、パーフェクトですね。ディフェンダーの岡根選手ね、沖縄の一番背の高い選手、絶対頭に当たらないっていう高さで、うん、ピンポイントであのファーに合わせられるあのキックの技術はすごいなっていうね、すごかったです、ゴールを挙げたのが背番号4番、ディフェンダーの川上選手が先制ゴール。明日は前半宮崎が1点リードっていうね、
前半11分でございました。立ち上がりで、さあ今の佐野選手からのプレッシングからマイボール、さあまた引っ掛けてファールっていうね、リスタートしようっていうね、よく見てますね佐野さんっていう、よく見てますねっていうね、ちょっとこうぜ、この日曜日の試合の前半45分は僕があの佐野雄也さんに惚れたっていうメッセージを込めて編集を多めです。いやもうハーフタイムに三坊茶がもうメロメロになっていったんで、いやー佐野雄也すげーって僕がハーフタイムに言ってましたね。あ、これ沖縄の結構決定機だったロングレンジからのシュート、折り返し右から左、折り返し混戦必死のクリアーっていうね。いここまた佐野選手見てください、これサッカー少年よく見て今のフェイントみたいないいっすねみたいな。で佐野選手は自分のプレーももちろんすごいんですけど、周りを指示動かすっていうか声で、声もコーチングが素晴らしかったですね、はい、的確だし若い選手が伸び伸びとだから、はい、佐野選手の後ろからの声にね、うん、反応してね、信じてやってる感じでしたね。そこボール出てくるからもうちょっと左寄っとけとか見えてますねっていうね。さあこれコーナーです、キッカー佐野雄也選手、さあ必死のクリア、まあ、とにかくこの序盤ですね、沖縄の背番号10の高原選手がなかなかボールに触る機会がなくてですね、このまた潰しも早いのでですね、ここで、なかなかフォワード高原選手としては前を向いてプレーする時間はほとんどなかったですね、前半の沖縄はね。さあまたこれチャンスですよ、早い決定機、ですね、沖縄のゴールキーパー臼井選手かな、背番号21番の、まあ、この沖縄のゴールキーパーの活躍っていうのも実はこの試合の鍵を握るプレーで今の前半のシュートを手で弾いたのもビッグプレーでしたけど、この大一番に、ね、やっぱりキーパーの活躍っていうのもやっぱりサッカーっていうのは勝敗を分けていくのでね、覚えておいてください、沖縄のゴールキーパー21番臼井選手。今のは、まあ、遠目から打って枠外と、さあちょっとディフェンスリーダーの岡根選手がですね、もう若い選手に今叱咤激励ですね、ちょっとお叱りの声が多かった、さあここでファールをもらってフリーキックですね、もう一個向こう側に岡根選手待ってたんですけど届かずと、そう岡根選手ヘディングで落とすと、こここぼれ球いなかったので宮崎がクリアみたいなね、ちょっとやっぱりねやりたいことができてないなっていうのがね、あの沖縄の印象でした。さあここからもう一回今度は左サイドでチャンスを作ります、うん、今のは競ったのは高原選手ですね、コーナー取りました、続けてうん、今前にパスしたのが佐野選手ですね、ここで、まあ、安全にクリアと、そしてこれがボールに走って追っかける、もういっと、うん、際どいプレーでした、ゴールキーパー臼選手ここまで出てきて、さあ、前半のもう終盤に入ってます、さあ沖縄これがですね、これがディフェンダーのミスか、うん、高橋選手これ唯一前を向いた決定機だった、枠外ですね、うん、はい、佐野選手すかさずですね、今コーチングしてます、こういうとこです、声聞こえますね、はい、僕が惚れたのはこういうとこです、サッカーをよく知ってる佐野さんはっていうね、今どういう時間帯なのかっていうのも含めてね、中盤のプレッシングもね気を抜かずに、さこれも決定機でした、ワンツーで入れるかなと思ったら高橋さんのところ足元をつかずにクリアされるというですね、私から一言、両チームの10番を注目しましたが、前半に関しては緑の方の10番が輝いていたなというのが僕の感想ですと、さあ沖縄の10番は後半どう輝くかというのがまあポイントでしたけど、これはハーフタイムロッカールームには帰りません、そうですね、ジョージ・ユダシの監督激励して送り出します、いい感じだったと、前半は多分、うん、ほぼほぼ満点に近いんじゃないですか、カウンターも決まってたしね、さあ一方沖縄どう巻き返すんでしょうか、 1-0 ビハインドで、改めて言いますがこの時点で両チームも全勝ですから、
リーグ優勝するには絶対負けちゃいけないっていう重要性を分かってますこの2チームは。さあ今ペナルティーエリアの中で待っておかれるのが高原選手ですね。こちらが岡根選手から後ろから見立てようと、はい、ちょっともう高原選手がもう中盤に下がってねボールをもらってくるっていう時間がどんどん増えてきちゃうんですよね。なかなか前で待ってても出てこないぞっていうね。それ浮かしたボールをですねヘディングでクリアして、これは今の佐野選手です。一発でフォワードに預けて、ここは見ものですよ。振り切りますよ。今ハンドしました。沖縄の背番号14番の選手のハンドで PK 止めた。止めるっていうねゲームの大きな分かれ道でしたねっていう、まず一発目のこの後半 1-0 のまましのいでますっていうね、助かったっていうね。ゴールキーパー沖縄の臼井選手大活躍中ですが、さあ高原選手ボール来ないで、また今度はカウンター決まります。これは沖縄のこうおしゃれですよ。ラストパス股抜き浮かしてシュート、これで2点目と、宮崎がなんと 2-0 っていうねゴール決めたのが、徳重選手、ジョージ。この時のジョージさんすごい喜んでた、勝利を確信したかのようなガッツポーズでしたね、はい、この時ね。さあ時計をちらっと見て、これで今後半今25分、そんぐらいです。25分ぐらいなので、はい、2点リードで逃げ切れるかなって思うじゃないですか、うんうん、ここからなんですよこの試合のドラマ。今 2-0 ですと。でここでですねピッチでプレーしている高原選手が、まあ、高原監督になって選手交代をパンパン切り替えてですね、今センターバックの岡根選手をですね今フォワードに上げる指示を出しました。で両サイドはもうちょっと高く取れと、で自分がボランチまで下がってます、ゲームメイクをするからと。早速これが生きるんですよ。ここで取る、左に振ります、高めのサイドバックの選手がすぐ岡根選手待ってます。お金が来た、ドン岡根選手フォワードですこの時点で。そしてまず1点返すと、ゴールを決めたのが同じく前日に続いて背番号9番山口選手、これで土日含めて4ゴール。岡根選手まだ1点差だぞと、まだセンターバックに戻りません、もうフォワードだからと、もう1点取るぞと、落ち着けと、俺に出せと、どんどんハイボール来いと言ってます。ますね、今のこれで見ててください、これもうちょっとで、ね、岡根選手ピックアップになります、後半は。もうハイボールに競る岡根さんっていうね、相手の選手の方がダメージがどんどんね、接触プレーで相手の選手が傷んでいくんですけどね。さあ、もう選手、沖縄の選手分かってます、ターゲットは岡根さんなんだと。もうちょっと遠い距離からでも入れとけと。で、岡根さんも下がってきてポストプレーして、ここでファールもらってですね、また前に行きます。そう、前に行くとか前にずっといるんですけど自らファールをもらってセットプレーのチャンスを掴んで、こう見ててください、これ2点目です。折り返す、逆サイド中央戻す、高原さん待ってる、ドーン2点目、すごい、なんと同点、フォワード岡根当たるっていうね、すごいものを見ましたねっていう思いましたもん、ね、現場で。これでもう確か85分なんですよ、はい、いやこれ追いついたか、全然そうじゃないんですけど大人げないなっていう感じがするぐらい、そうですね、もう力の差というか、このその岡根様の対宮崎のディフェンスっていうね、はい、はい、そうそう、誰も競り勝てないっていうね、いやこれは武器ですねって思いました見てて、はい、まだ岡根さん後ろ戻りません、はい、3点目を取りに行ってます、はい、これまだこれ同点ですからね。ところがもうラストです、これがラスト数プレーなんですけど、コーナーキック入ってます、うん、さあさあこれがラストプレーです。アディショナルタイム2分経過、これ試合終了間際です。コーナーキックの崩れから逆襲、見切れてますけど今
コーナーここでペリアペナルティエリアでハンドをしてしまいました。がっくり並んでおります。宮崎キッカーは俺だと。キッカーは背番号10番、2点目の同点ゴールを決めた高原選手が、これ試合終了、本当にもう本当にこれで終わりだよっていう時間です。決めます。それは決めますよ、高原さんですね。しかしこの努力バナー、これで2点ビハインドをひっくり返しました。もう本当にこれラストプレーに近い感じで、はい。そして岡根さんはですね、ここからディフェンダーに戻りました。はい、それは目で確認しました。もうフォワードにいないんだ、岡根さん後ろにいます。いた、センターバックでこの試合を終わらせるんだと。これで3点でひっくり返したぞと。これで試合終了です。なんと名勝負数え歌に入れましょう。このゲームは疲れましたよね。見てる我々も心臓バクバクしながら、楽しいなっていう、サッカーすげーって思いながら見てましたね。負けた側の佐野選手ね、若い選手をね、はい、称えながらね、はい、両者、あ、これは本当にね、見る価値、金払って見る価値あるなっていうゲームでしたね。素晴らしいゲームで、負けた宮崎は本当残念ですけど、まあ、勝ち点、これで勝ち点3差ついちゃったんですけど、さあ試合後は両チームが、ね、ベンチ前で挨拶で、沖縄の方は、監督、高原監督が西郷ジョージさんと握手して、ちょっとさ、土日含めてね、JFC 宮崎のね、観客席にもずっと応援されてる方がいらっしゃいましたね。温かい声援が続いてました。さあそして沖縄はね、日曜日の方は九州在住の沖縄出身のファンの方がたくさん来ててね、30人ぐらいいましたかね、うん、結構いましたね、非常に大勢の方でね、うん、この注目の集結戦は3対2で、沖縄の勝利で、じゃあこのまま続けてですね、試合後の岡根選手のインタビュー、ジョージ監督、佐野選手のインタビュー聞いてください。お願いします。それでこのまま試合後ミーティングですね、これね。この後岡根選手のインタビュー聞きますか。やっぱりうちの、まあ、若い選手とは言わないですけど、チーム全体としての経験値というか、はい、こういう緊迫した、別に緊迫はしてない、僕からしたら別に緊迫はしてないですけど、こういうプレッシャーのかかった試合というか、大事な試合でというのがあんまりうちには今ない状況なので、はい、やっぱこういったゲームにで力を発揮できないというか、硬くなっちゃっていつものプレーができないという、うん、っていう状況やったんで、まあゼロで終われたらいいなと思ってたんですけど、失点しちゃってだって感じでしたね。積み上げ投手っていうところ、まあ経験がなかったらないなりにもっとね、がむしゃらにというか、なるほど、やればいいかなと思ったんですけど、そこに少しうまいことやろう、うん、しようというか、まあ、冷静でもなかったですし、セットプレーで1点やられたファールにしてもそうですし、不用意なファールでしたし、逆に相手があんなに勢いを持ってきているなら、やっぱりうまいことをいなしてファールもらう、ファールあんなもうボールしか見てない、相手見てない衣装が来てるのに、うまいことファール、全部ファールもらえるのに、そこに真っ向勝負というか、なるほど、賢さがないプレーが、もっと頭を使えば、そうです、ね、ゲーム自体をコントロールできたんですけど、こうカウンターというか、まあ、向こうのいい攻撃で失点してしまってからの、まあ、ちょっとイケイケというか、完全に相手の狙い通り、2点目に関しては多分相手の狙い通りで、うちをやってはいけないプレーというか、はい、奪われ方悪くて、はい、まあ、ゼロには予想外でしたけど、逆にスッキリというか、開き直りは、そうですね、岡野さんの中では、まあ、いや、僕は残り15分で
15分でもう1点取れたら絶対追いつける。なるほど、まあ、最悪追いつける。逆転はまあ分かんないですけど、最悪1点取れれば絶対追いつけると思ってたんで、まあ前行った時になんとかできてよかったなって思います。試合中の後半にあのように、まあ、パワープレーという言葉ではなくほとんどフォワードとして入るというのは、いや、想定されて久しぶりでしたけど久しぶりというか、まあ、うち沖縄に来てからはあんまりない、ね、初ですか、はい、もしかしたらそうですね。あれは試合中の高原さんたちの判断ということですか。今日はもうハーフタイムに、まあ、まだ取れてなかったらもう俺が上がるっていう。なるほど。まあ、別にまあ綺麗にというかボールを持って攻撃できれば一番ですけど、別にそこにこだわらずにやろうよっていう話だったんで今日は。なのでこの 0-2 の状況で、まあ前に上がった状態でも1点入れば必ず追いつけるというその自信というかあの気持ちを持っていたので、まあ割とあっさり上がってからすぐ1点も入りましたし、まあ 2-2 に追いつくまではずっとそうですね、その勢いのままいけたのかなと。はい、まあ、準備は してましたし、はい、いつも前おったら俺の方が点取れるのかな、点取れるというかもうちょっといいプレーできるのになっていうぐらいで見てるんで、攻撃も嫌いじゃないですし、まあ、もちろん点取りたかったですけど、何かできればなって。いわゆるコーナーやフリーキックのセットプレーの時だけもテナに上がってくるだけじゃなくて、割ともゲーム中でもこの小川さんが前線にいるっていうのはものすごい破壊力抜群ですね。相手も、まあ、相手がでも引いてくれたのが一番助かったかな。そうですね、後ろ5枚にしてプレッシャーもいけなくなってたんで、いいですよね。まあ、セットプレーにしても上上げてくれたら、まあ簡単に弾かれることはないから、とりあえず上上げてくれって言ってるんですけど、まあ上だけじゃなくて、まあ3点目の形もそうですし、別に下でもやれる自信はまああるんで、つまり岡田さんが要求するところに来てくれれば仕事はできるぞというのが、そうですね、特に今日の、はい、あれではっきり出たんだなっていうのは、特に横とか、まあ、斜めから入れてくれたら、ね、まあ、ある程度は何かゴール前やったら特に起こせるかな、起こせるなと思います、ね。まあ、反省点はいっぱいだ、まあ、いっぱいあるでしょうし、来週からありますけど、はい、勝ったのはやっぱり一番チームとしても大きいですね。ゲームの流れを見ても岡田さんの存在感がものすごくあったというのが出たゲームだったなというのは私が見た感想だった、はい、よかったですでは、まさか自分上田監督とその上です、ね、もう前半ねすごくいい立ち上がり、手も取れて、で、まあ、意外と自分たちの形が作れて、で速攻もうまくはまっていて、まあ、いい形が たくさん作れたと思います。で、まあ、後半に入ってまた、追加点があって、でまたチャンス 2-0 勝ってる時にそのチャンスをものにするかしないかすごく後で左右されますんで、まあまあ、うまく勝ってる時にうまく引いてスペースをうまく使いながら速攻の時にも3対2の速攻もで早い速攻もあったんで、そこやっぱり決めきれないと難しくなりますね。まあ、最終的にはもうちょっとこうパワープレーにして、うち後ろちょっと1枚足りなかったなという感じもありましたので、まあ1枚引かしたんですけどちょっと遅かったなと思いましたけど、とにかくこのサイドの裏を狙おうと、はい、でそれがうまくいっていったと思うんですね、うん、そうですよね。持ちすぎたりとか、そこでパス出してまたもらったらいいのになという感じもちょっとドリブルに入っちゃったという部分がちょっとあって、でそうなると1対1の場面になってしまうんですよね、はいはい、でそこの時に3対2でいい人数的に有利なのにって、でも結局ドリブルに入るとそれはやっぱり1対1になっちゃうんですよ、ね、そこは早く叩いてもっとスペースを使ってほしかったっていうかったなと思うんですね。ですからやっぱりそこ、まあ、勝ち切りたいですね。まあ、でも、まあ、沖縄のチームを何回か見てるんで、まあ、やっぱり
苦しい展開になるだろうと思いつつ、はい、でまあ、選手たちと練習してこうしようしようという中で、そう、うまく戦ってくれたとは思ってます。今度はその相手の沖縄 の、 そのラスト30分間のまあ逆襲というかですね、まあ、まずセンターバックの岡根君をあそこまで上げての、はい、まあ、パワープレーというかあの、まあ、結局あのパワーを使って、はい、あれを、そ、想定はどうですか、ああいう風にしてくるというのは、事前のスカウティングではありましたか。はいはい、ただやっぱりでかいですね。でかいですよね。でこれはあの宮崎のどんな控えメンバーをこう作ってもあの高さにはなかなか難しかったと思うんですけど、はい、それをまあでも結局カバリングする人数とかそういうところですか。まあまあ、結局ボランティアをあそこに真ん中に置いて、はいはい、でセンターフォワードをボランティアのところに引かして。まあ、まあ、跳ね返す、でも外側から結構えぐられたもんで、そうですね、クロスボールもたくさん入れられてて、ね、ああいうターゲットを生かした、ああいうやり方をされた時のこの弾き返し方っていうのが非常に、ね、まあ、後ろから後ろから入れて、また外入れて、で、まあ、でもそこは、まあ、そこはね、そうそう、あの空中戦だから難しいですよね、下だったらね、まあ、なんとかカバーできるんですけど。ですし、で前線も強いですよね。強いですね。あの空中戦強いんですね。あの5番だけじゃないんで ね、 でね。だからいろんな形が、そ、 で、ね、でそれをうまく跳ね返していたと思うんですけどね。うん、せめてこの 2-2 のドローで終われればとは思いますか。最後こう PK を失ってしまうこの前までの、はいはい、あのもうあれですね。そうですね。入ってたので、はい、そうですね、どうですか、あそこの最後の1分、あの2分、まあ、でもそれね、まあ、文句言えないですね。そうですか。あの手に当たっただけの、うん、クロスボールがそれに対応しようとして手に当たったんで、まあまあ、でもこれは攻めないですね、まあ、つまり結果は、まあ、2、3ですが、まあ、拮抗した両チームの、はいはい、両チームの特徴も出たいいゲームだった。そう、あのないんですけど、まあこうこのまま続けていけばね、前者もチャンスありますし、そうですね、後期もまたもう一回ぶつかれますんで、はい、だからそれまで我々も落とせないんですけど、もしかしたらどっかで落とすかもしれない、わからないんでね、まあ、こちらまだ、はい、前期はとにかく前勝同士でやろうかなと思って、で後期はまた前勝して、で最後にぶつけたらなと。いや、このもうリーグのチャンピオンシップファーストレグって感じだったので、この次のセカンドレグまでの次の9節はまた積み上げをまた期待してます。多分いい戦いもできる、相手が良ければいいほどいい戦い方ができるので、ね、そこまたなんとか。最後に一つ、はい、沖縄の監督兼選手の高原直弘さんについて、はい、ジョージさんはどう、高原さんのことはどう映ってますか。まあ、結局点取りますよね。結局は、はい、走るわけでもない、まあ、でも結局彼は40歳に今月なってですよね。だから点取り合いの中でちゃんと、ね、怖い選手ですか。変わらず、まあ、それはもう怖いですよ。で空中戦も強いし、だから空中戦も結構前半もそうですけど、はいはい、結構苦労してるんですよ ね、 そうですね。でなおかつまたあの5番が入ってくると結構きついですよ、ね、なるほど。やっぱ相手の沖縄というチームのストロングポイントには変わりないという、はい、もう変わらないですね。監督としては何か印象ありますか。高原監督という、こう去年も対戦してますが、ね、県にあると何が中でどういう感じか感じることもありますので、はい、それは良さだと思うんです。県人はね。なるほど、うん、でも外出ると自分は外で感じるものが中で感じるものは、まあ、多少のそれもあるかと思うんですけどね。ですから彼はもう中で入って感じるものがあって、それで修正していくっていう感じなんで、それもそれですごいなと思います。感じもありますので、そんなに落ち込んではいないです。ライバルとしてはもう申し分ないふさわしい相手なんだなということも、沖縄というチームがもう宮崎にとっての最大のライバルだと、ね、同じリーグにいますので、これは本当に残りの後期というか、はいはい、この前者と地決も含めて楽しみになったか。頑張っております。またよろしくお願いします。うちは佐野優也がいる限りなんとかなります。難しい試合になるとなるだろう。でも勝つって意味では、まあ、普段の試合負けれる試合ですから位置付けでしたけど、まあ、我慢しきれなかったっていうところ以外、はいはい、まあ、自分たちがやりたい風にできたし、しっかり守ってカウンターっていうのも頑張ってたし、はい、ただね、そこ我慢しきれなかったっていうところだけでした。
それでそこで、まあ、うちのそのチームがその一発で勝てないっていう、そこはね、どうしても物理的に、はい、そこはどうしようもないところなんです。なかなか弾き返すの大変だったそこは。だからそこのセカンドのところだったり、相手に拾われてるところだったり、まあ、そこ我慢できなかった。そこの我慢かっていう、まあ、もう物理的に勝てないことしょうがないん で、うん、でその後じゃあ他の人じゃないような気がするから、まあ、そこのところはね、まあ、こういうシーンっていうのはね、なかなかシーズン通してなかなかないんで、ただもう上行くためにはね、地域とか全社とか、ね、そういうところはもう必ず勝ちたいっていうチームは、ね、必ずこういうことしてくるんで、最後の1点取るか取らないかとか、まあ、そこで我慢できないんです。これやられちゃったっていうので、まあ、今後いい経験になると思うんです、うん、まあ、これで終わりじゃないんで、うん、あと、まあ、1点目のセットプレーのキッカーと得点、あれはもう練習通りというかイメージ通りですか。もっと下だったと思いますが、まあ、比較的ね、うちのセットプレーはうちが触れたんですけど、まあ、チャンスはあるなって感じだったし、まあ、誰に合わせるかというのはどこに蹴るかというところはもう大体分かってると思うんですけど、まあ、サインも別にないし、だそこに相手のところに蹴るかというところなんで、まあ、中がよく合わせてくれたと思います。力、特にツートップへの指示、そこは裏に出てほしいとか、もっと開いてとかっていうのは、もう細かい、試合中は全体を見た、試合全体を流れを見たプレーっていうのが見てて印象に残るんですが、これは意識されてる、もしくは若い選手を含めて自分が引っ張っていこうっていうのは普段のゲーミングからそうです。引っ張ってみてもそれの意識はないですけど、はい、まあ、とにかく少しの隙がね、はい、やられることにつながるので、まあ、普段っていうか、まあ、レベル的にね、自分たちが上であれば少し寄せが甘かったり、少しこう相手の周りを開けてもなんとかなるよ、うん、普段は、うん、まあ、それはね、なんとかならないような、この相手の場合は、うん、そこの修正はね、まあ、自分が別に年上だからとかキャプテンだからそんなこと関係ない、うん、必要なことだから言うし、はい、まあ、それはもう関係ないです。昨シーズン1年間の九州リーグや地決での戦いと比べて、比較してこの2019年の今年のチームは、まあ、自分としてはね、怪我が少し増えて、フル出場がね、なかなか前期でできなかったので、まあ、そこのところしっかり直して、まあ、チームとしては、ね、まあ、そんなに大きな変化もないです。やっぱここで、まあ、こういうセットプレーだったりこうパワープレーに対して対応できなかったっていうところは修正しなきゃいけないけど、うん、まあ、それ以外のところはディフェンス経験ある選手も入ってたし、まあ、キーパーもちゃんとこう強豪チームのキーパーが入ってたり、まあ、そのことはあんまり心配しないです。まあ、得失点差のこともあるし、うん、まあ、そういう意味では攻撃陣はもっとゴールに対して突き詰めていかなきゃいけないところがあるし、まあ、まあいいや、例えば 1-0 に0-0 勝って、まあいいや、じゃあもう、うん、ちょっとダメだなっていう状態なんで。というわけで、日曜日の試合の、首位決戦の試合後のインタビュー、岡根選手、ジョージアナショナル監督、佐野雄也選手、それぞれのお話を聞きましたということで、今夜の放送、九州リーグセントラル開催の特集、長々とやりました。これ以上振り返っていると放送時間が2時間になるので、もう、僕からの話は締めということで、エンディングです。来週の放送は7月8日の月曜日、同じく月曜日の夜8時から生放送。次回は、関西リーグと北信越リーグ、いろんな試合があったのでその特集をやりたいと思いますということで、今夜の放送週明けイレブン第62回は終了です。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。また来週。